昨日、日経平均株価が過去最大の下げ幅、下落幅を記録した東京株式市場は反発し、一転して今日は過去最大の上げ幅となりました。乱高下に県内では最近まれにない変動やね、大きいね。すごいショックでしたね、とにかく、はあ、危機的状況でしょうね。昨日ですか、まあ、数十万、はい。大分銀行には投資家からの問い合わせが増え、昨日はいつもの倍にあたる200件ほどが寄せられたということです。今日もおよそ140人のスタッフが顧客に電話をかけて対応について説明しています。日経平均株価の今日の終わり値は34,675円で、昨日に比べ3217円値上がりしました。大分銀行の工藤典文アセットコンサルティング室長は、県内ではこの状況をチャンスと捉えて株を購入する人の方が多いとしつつ、一喜一憂せず長い目で資産形成をと話しています。